はい、今回はチームメイトの薄木とちょっとお話ししていこうかなと思います。前に、一緒に対談した動画は一応あるんで、そっちの方のチェックもしてくれると嬉しいです。実は、去年今回のテーマについて話してるんですけど、まあ、データが飛びまして、飛びましたね、はい、編集もできず上げることもできずっていう感じだったんですけど、視聴者さんから質問をいただきまして、お金についてとかそういうのを、質問いただいたので、まあある程度需要があるかなと思って今回動画を撮ります。僕ら、まあ、JFL 歴も長くで、去年から地域リーグで活動してるんで、仕事だったりお金の話をしていこうと思います。でやっぱり、まあ、今大学生の子とかまだまだサッカーやりたいなって子が、地域リーグとか JFL がどんな生活してるかっていうのはすごく気になるところでもあると思うので、まあそういった子たちが、ね、サッカー続けれるって思えたらいいなと思います。ということで軽く自己紹介お願いします。あ、またするんですか？準レギュラーの薄木です。違うか。今年で28になります。ゴールキーパーやってます。流通経済大学附属柏高校。ご紹介ここにテロップ出しときます。もうそうしましょう、はい、長い。まずはじゃあやっぱり気になるお金の話、はい、お金がまあどれだけもらえるかっていうと、もちろんチームによって違います。企業チームとそうじゃないチーム、うん、で僕らは企業チームには属したことがないので詳しくは知らないんですけど、で企業チームの選手は基本的にサッカー給はなしで仕事での給料のみ。ただ給料いいよね、噂だけど。あ、そうですね、正社員で、正社員でボーナスも出て、ね、福利厚生、まあ本当に会社員っていう感じですかね。仕事もなんかロッカー普通にやるか、ロッカー普通にやってるって言ってましたね。ソニーとかホンダはそんなにやらないみたいなね、うん、ちょっと練習も込みの、そうそうそう、会社員で、ホンダはなんか好きなスパイク買ってもらえるとか、なんかそんな話も、羨ましい話ですね。なあ、企業チームなんですけど、で僕らが今までいたチームはほとんどサッカー級プラス仕事でお給料をもらうっていう形のチームがほとんどでした。でサッカー級はだいたい0から10ぐらいが目安です。でそれはもう選手の力量次第っていうところです。で基本的に新卒大卒1年目の選手はおそらく5をもらえたらかなりいい方かと思います。あんまり聞かないですね、その次の年の活躍次第で、まあ、上がっていく、もしくは J リーグでプレーしていた選手がJFL 地域リーグに入って、まあ、10もらうとか、ね、そういうのはまあまああります。仕事の給料はどんな感じですか？どんな感じですかね。まあ大体、まあでもバイトとか正社員か契約社員かにもよるとはね、うん、そうそう思いますけどね。携帯がね、うん、いろいろあるから、うん、それもチームによってね。そうですね、チームにもよるし、職そのね、お世話になる職場の携帯にも違うというか、うん、で最近はおそらくどのチームも仕事先は斡旋してくれるチームがほとんどです。でそこでまあ仕事させてもらって10から15ぐらい大体、うん、そうですね。まあ時間もね、やっぱ練習との兼ねもあるので、そうですね、そんなにね、大体10から15ぐらいの給料をいただくことが多いです。なので、金銭面お金事情は、まあ、低くて10ちょいで、まあ最高で25とか、うん、そうですね、30いかない程度が、まあ、大体のラインになってくるのかなと思います。まあ10以下のこともたまにはあります。僕も10以下のことはあったんでまあその辺はおそらくもし加入するとか来てほしいっ
ていうチームから話があれば説明はしてくれると思うので、一つの目安にしていただけたらなと思います。仕事がどんな感じなのか、どういう仕事があるのか、どのくらいの時間仕事を1日しなければいけないのかっていう話をしていこうと思います。それでは臼杵さんお願いします。振りがね急なんですよね。臼杵は、朝練も経験し、朝練というか、まあ午前中の、チーム練習も経験してるし、夜練習するチームも経験してるんで、はい、ちょっと仕事に関してはいろいろ僕より経験してることが多いので、ちょっと説明してもらおうかなと思います。まあ今ね、僕らのいるアルティリー午前中練習するっていう形があるんですけど、午前中練習する場合はもちろん午前中は仕事ができないのはもちろん皆さん思ってると思うので、まあ、基本的には午後から夜っていうか、そうですね、まあ、みんな僕ら2人とも今だと6時間ですかね、6時間、1時から7時とかね、まあ大体それぐらい仕事させていただいて、まあ練習終わってご飯食べて移動するみたいな形になりますね。6時間がやっぱ多いよね。そうですね、あの午前中練習の午後仕事の場合は、そうですね、6時間はやっぱり多いですね。6時間以上仕事しなかった、しないといけないっていうのは結構きつくなってくるよね。そうですね、体的には。武蔵野は夜が練習だったんで、うん、まあ僕の場合、本当に僕の場合なんですけど、まあ、朝から仕事をして夕方までして、朝って何時出勤？僕は9時ですかね、普通、まあまあ普通9時から4時まで、まあでもその間に昼ご飯食べたりとかできるんで、まあ実質まあ6時間、うん、休憩入れて7時間っていう感じで、そこからやっぱり練習が夜の7時からだったんで、まあ、体的にもね、うん、まあやっぱり仕事をしてからまた練習をするっていう、ちょっとまあメンタル的なねところはね、やっぱきついんだ。そうですね、最後の方っていうか、やっぱりどん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 シーズンが進んでいくにつれて、やっぱりはぁってなる部分がありましたね。もちろんね、それでもまあでもやっぱりね、やんなきゃいけないんでね、やっぱりそこは気持ちをのスイッチを切り替えてやってましたけど、でまあ大体7時から2時間、2時間半とか2時間程度練習するんで、でまあ僕もグラウンドの近くに住んでたわけではなかったんで、そこから帰ってご飯を食べるってなると、まあ10時半11時ぐらいになってくる、そこから寝るとなるとまあ12時ぐらいですよね。仕事は何曜から何曜日までやってさ。僕はもう平日は全部月金、月から金やって、サッカーチームって土日が試合なんで、うん、まあ、月曜日休みっていうことがまあほとんどだとは思うんですけど、うん、まあ休みの日も、まあ、練習がないだけで9時から働いてっていう形ですね。やっぱり月曜日から金曜日っていうのは8割9割はそんな感じで仕事はしてます。例外というか、サッカー球がすごくもらえるようなチームだったり選手は週4回だったり週3回でやってる選手も、稀にいます。仕事しながらやる、JFL だったり地域リーグの選手は、1日オフっていうのはほぼないです。だいたい月から金まで仕事があって、で、カーから金が練習、トレーニングがあって、まあ、土日はトレーニングと、まあ、試合っていう形になると思うので、で、月曜日は午前中休みで、午後仕事。もしくは、朝から仕事入って、いつもよりちょっと早めに上がる。か、月曜日フルタイムで働く。っていう感じです。なので僕らは土曜の午前中早い時間帯、今日、土曜日の練習前に動画を撮ってるんですけど、土曜日の午後はもう最高に嬉しいです。もうなんかこの半日オフが一日オフじゃねえかっていう感じぐらいの嬉しさがすごくあって、パパッと練習して、
で終わってもご飯食べたらフリーなので、まあそういうちょっとした休みを充実させようとかこう楽しめるっていうのはある意味まあいいことではないですけど、まあ、すごく楽しい時間なんでそれはまあいいのかなと思います。ブラック企業に働く人みたいな感じになってるまあなんでその辺はちゃんと分かっておいた方がいいのかなと思います。特に大学生の人で悩んでる人とかは多分思ってる以上にきつい。そうですね、仕事しながらサッカーっていうのは自分の経験上もそうですし、やはり後輩たちを見てても4月に入ってからのしんどそうな感じ仕事が始まってからのね。そうそうそう、1、2、3月めちゃ元気なのに、だんだん4月になってからの一旦コンディション落ちるよね。そうそう、ちょっとねお前どうして元気ないぞみたいなね、あんなに元気やったのに。そう結構あるあるなんでね、はい、まあ慣れますんで、人間慣れるんで最初乗り越えればまあなんとかなります。まあ慣れちゃえばね、 そこはもう自分でこうバランスっていうかね分かってくる、うん、ではじゃあ大事なサッカーの環境の話をします。でもちろんこれもチームによりけりです。で基本的にどのチームも、人工芝でトレーニングできる環境は整ってるよな。もうそうですね、ほとんどなんかうち土なんだよねとかっていうのは今聞かないよな。聞かないですね、うん、天然芝でできるチームはポツポツか。そうですね、まあ、毎日できるチームはもうほぼほぼ限られてる。そうやな、毎日できるチームっていうのはやっぱりですね。はい、ボンズとかどうだ。ボンズは基本は天然芝使いますね。使える、使えますね。ただ、まあ、雨降ったりとか、まあ、当時ですけど今どうなのか分かんないですけど、使える日はもう基本的には天然芝。だってクラブハウスもあるもんね。そうですね、僕が入った時からクラブハウスが使えるようになって、まあ、ロッカーも自分のがあって、うん、お風呂もあって、帰るにはすごいありがたい環境というか、ちゃんとロッカーがあって、まあ、練習後シャワー浴びれてっていうのはやっぱ専用グラウンド持ってるチームは強いかな。ね、僕らなんかは練習終わってシャワーは浴びれないので、ジムは、大体どのチームも提携してるんかな。逆にそういうチームにいたことがなかったので、オンズもありましたし、ああそこ差しろもあるもんな。一応あるんで、ああそうです。まあでも提携してるっていう。みちこちやってるっけ？間違えてね。前も U ターンしたの。しました。ジムは専用グラウンドにあるとこもあれば、町のフィットネスジムと提携してて、そこを、無料で使わせてもらったり、まあ、安く使わせてもらったりっていう形が大体ですかね。そうですね、多いですね。で、あとはまあ食事は、まあ、チームによってはサポートしてもらっているその飲食店とかがあったりして、うん、1食500円で食べさせてもらったりとか、まあ、個人的に選手がそのお店の人と仲良くなって、まあ大盛り無料とか、なんかちょっとサービスしてくれたりっていうのはそのチームだったりそのお店によってはあります。それは本当チーム次第というか、もちろんその個人的によくしてくれてる人もいるので、まあ、そこはまあその選手次第というか、多分選手の人柄とかも含まれてくるんで、今もうちの選手でなんか職場の人にな、毎日作ってきてもらって、ああいますね、います毎日あの職場の人にご飯作ってもらってる選手とかもいますし、まあ、その食事のとこはそんな感じかな。本当にクラブ選手個人よりけりで、うん、あとなんか聞きたいこととかあるんかな。もしもっと聞きたいな、こういうの聞きたいとか何かあれば、コメント欄に、書いていただければ、その質問にコメントで、返答するか、またどうしようかな、インスタのストーリーに募集しようかな。第2弾ないですか？第2弾やるかで、なんかまあそのまとまって、話ができそうだったら第2弾としてちょっと第3弾か。ああま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 あ前回のだったら、そうですね、
第3弾の話としてやっていきたいなと思います。ってことで今回の、話をまとめると、 JFL 地域リーガーの給料面はだいたい相場が、低くて10、高くて25、まあ、平均にすると15ぐらい、だいたい平均15ぐらいかなっていう感じです、僕たちの経験で。仕事は週4から週5が基本、人によっては月曜日はフルタイムの可能性あり、チームの状況、選手の、状況次第では月曜日フルタイムの可能性はあり。中身はだいたいほぼ 99% 人工芝、99.95% ぐらい人工芝での練習で、チームによっては天然芝での練習もできる。で、ジムもあって、食事はチームによってサポートしてくれるとこもあります。無料サポートしてくれるとこもあります。だから月に何回まで無料でっていうとこもありました、過去に。で、なので結論、生活はできます。できます。ただきついです、はい、それでも大好きなサッカーをやりたいっていう人は、JFL 地域リーグで、全然やってっていいと思います。上に行ってる選手もいるしね、ここから。そうですよ、全然ありますよ、ね、はい。まあ、全員がなれるってわけではないけど、全然そこに食い込んでいけるので、僕らもそこをまだまだ諦めてないし、なのでもし生活ができるかできないかで悩んでるぐらいだったら、 JFL 地域リーグっていうのも選択肢の一つだと思うんで、参考になればなと思います。ということで今回の動画は終わりにします。何か一言ありますか？準レギュラーにお質問待ってますので、よろしくお願いします。それではまた、今回の動画がいいなと思ったら、いいねとグッドボタンか、グッドボタンと、はい、チャンネル登録してない人はチャンネル登録と、はい、拡散の方を、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、第3弾やりたいなと思ってるので、はい、コメントどんどんください。何でもいいです、はい、それではまた会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。